あと、朝廷でね、これも事実かどうかわかんないけど、真言宗系のその書物にあるんだけど、ある時、朝廷の場で、その即身成仏というものを天皇が問うたって言うんだよ。即身に、真言宗では即身に仏になった。直ちに、この身このまま仏になると説いてるが、どういうことなんだろうかと説いたら、そしたらね、にわかにこの、顔の顔面が真っ二つに割れて、そして大日如来とかしたって書いてあるんだよね、真言宗の。でもところが、それがその書いてあるのが、本人っていうかその真言宗の系では、顔が真っ二つに割れたっていうふうに書きたかったんだろうけど、言葉間違えちゃって、面紋が割れてって書いてあるんですよ。面紋っていうのは、まあ、一見顔が割れたように思うじゃないですか。ところが、古文調べるとね、面紋っていうのは要は、口が開いてって言ったって意味なんだって。それを、要はありもしないことをでっち上げて作っちゃって書いちゃったもんだから、言葉を間違えたんじゃねえかっていうようなね。それから、それも一つ。そんなね、いきなり顔が割れて、いきなり大日如来と化してそこに立ったなんてさ、なんかミスターマリックみたいな。そういうテクニックを非常に持ってた人は実際そうなんだよね。こう総合して考えると。だから中国に行って、真言宗だけを学んできてねえな、こいつはっていう。いろんな何つうかな、科学知識がいろんなものをしょってきてるよね。伝教大師って非常に短かったんですよ。唐に行った時がね。でも、弘法というのは、それはずっと残って、ずっと結構長時間いたんで、やっぱり当時の最先端の科学、最先端の技術ってものを確かにあったわけですよ、唐には。で、唐の時代でよかったのかな。で、それで、そういうものも総合的に全部こうやっぱり持ってきたもんだから、結局文化の低い日本人にしてみると、やることなすことがもう超人的なことに見えたのね。そういうこともあって、神格化していったわけですよ。そしてね、もう一つ記述は、なんだっけな、